いよいよ、お正月行事、鎌倉の本番の時期が近づいております。市内では準備作業も順調に進んでおります。寒さも厳しいわけでございますけれども、わくわく感も出てきたのではないでしょうか。あ今年も多くの観光客の皆様に、横手にお越しいただければありがたいと存じます。ところで、横手市では、首都圏や関西圏をはじめ、 各地で出前鎌倉を行いまして、横手市の PR 活動に取り組んでおります。私も、先ほどでございますけれども、八景島をはじめ、できる限り出前鎌倉の現場を訪れまして、各地で横手市の PR を行っておるところでございます。特に関西圏は、出前鎌倉活動も11年目、 を迎えまして、改めて関西の皆さんが雪国横手に対して、熱い思いをお持ちであるということを感じておるところでございます。 えー、大阪市の隣の大東市というところと、お兵庫県の加古川市でのお出前かわ鎌倉ではです、ねえー、連日う、鎌倉に入ろうとお、長蛇の列ができておりました、あまたあー一緒に PR していただきました、あ小鹿市のなまはげが登場するとお、会場は一気に盛り上がりまして、えー と横手市で秋田県の pr が十分にできているというふうにも思っておりますそういう取り組みも例年させていただいておるというところでございます特に関西圏に関しては大阪で広告やイベントなどの企画を行う会社の社長さん佐藤さんという方が平成24年 から横手市の観光親善大使を務めていただいておりまして毎年効果的な PR をはじめ出前鎌倉事業を支援していただいておりますこうした大使のおかげもございまして私も大阪にある新聞社各社をイベント前に回りまして横手市や小賀市そして秋田県を PR しております また広報の担当者も観光おもて,しおもてなし課と連携をいたしまして、NHK、大阪など、テレビ局での PR 活動に力を入れており、今後、出前鎌倉に限らず、宣伝活動に幅を広げていこうというふうに思っておるところでございます。 横手市の魅力は、農業に始まる食文化であることは、皆さんも十分ご承知だと思います、そして今回は、この地に根付いた伝統文化も、県外の皆さんにとってとても魅力的であることを肌で感じた次第でございます、これからも小鹿市をはじめ、他の地域とも連携をしっかりしながら、横手市を、そして秋田県を PR していきたいと考えております。 来年度も関西の皆さんにもっと喜んでいただけるような取り組みを進めてまいりたいと思っておるところでございます。